平野翔がルイ・ヴィトンの新作サングラスを紹介。スタイリッシュなデザインに注目。翔くんが身につけたルイ・ヴィトンのサングラス1.0ミリオネアが大人げ。平野翔がインスタグラムに投稿した最新のエントリーは、多くのファンを熱狂させました。彼が身につけていたのは、ルイ・ヴィトンの新しいファッションアイテムで、その中でも特に注目を集めたのは、サングラス1.0ミリオネアと、カードゲームボックスでした。 これらのアイテムは、ルイ・ヴィトンの最新コレクションの一部であり、そのスタイリッシュなデザインと高級感がファンを魅了しました。サングラス1.0ミリオネアは、ルイ・ヴィトンのクリエイティブディレクターであるファレル・ウィリアムスによって再設計されたもので、20年前に初めて発売された伝説的なデザインを現代風にアレンジしています。クラシックなアビエーター型のフレームは、アセテート素材で作られており、 ブリッジからテンプルまで伸びるゴールドのモノグラムのディテールが特徴です。メタルのヒンジにはナメル仕上げが施され、ルイ・ヴィトンのロゴが精巧に刻まれています。このデザインはルイ・ヴィトンのトランク製造の伝統を思い起こさせます。ブラックのフレームはシックで、どんなスタイルにも合わせやすいです。また、イタリア製で高い品質と耐久性が保証されています。光の透過率は14%で、 100の UV カット効果がありますこれにより、強い日差しの下でも目を保護しながら、おしゃれを楽しむことができます。サングラス1.0ミリオネアは、特にファッションに敏感な人々に人気がありますが、その高価格も話題となっています。8万円という価格は、多くの人にとって手が届かないものですが、その価値を理解するファッション愛好家にとっては、投資する価値のある一品です。一方、 カードゲームボックスも同様に話題となっています。ルイ・ヴィトンのトランプセットは、単なるカードゲームの道具以上のものであり、そのデザインと品質は、一流ブランドの名に恥じないものです。トランプには、各カードにルイ・ヴィトンのロゴがあしらわれており、その美しさと高級感は、普通のトランプとは一線を画しています。価格も8万円と高額ですが、その価値を知る人々にとっては、 コレクターズアイテムとしての魅力がありますファンたちは、ショウがこのトランプを使って遊ぶ姿を想像し、コメント欄には、ババ抜きをしようや、一緒に遊びたいといった声が多数寄せられていました。ショウの投稿には、彼のファンからの熱い反応が寄せられており、彼のスタイルや選ぶアイテムに対する賛辞の声が多く見られます。彼のファッションセンスは、多くの人々に影響を与えており、 特にに若い世代にとっては憧れの存在です彼が選ぶアイテムは、常にトレンドの最前線にあり、多くのファンが彼のスタイルを模倣しようとします。今回の投稿も例外ではなく、彼が紹介したアイテムに対する関心は非常に高いものがあります。さらに、彼のファンは彼の健康や幸せを常に気にかけており、コメント欄には、忙しい毎日だと思うけど体調には気をつけてねや、 翔大好きだよいつもありがとうといった温かいメッセージが寄せられていました。ショーの投稿は単なるファッションの紹介にとどまらず彼とファンとのつながりを深める重要なコミュニケーション手段となっています。彼の投稿を通じてファンたちは彼の日常や思考に触れその親近感を感じることができます。このようにショーのインスタグラム投稿は ファッションアイテムの紹介とファンとの交流の場として非常に重要な役割を果たしています。彼の選ぶアイテムやその紹介方法は、ファンにとって新しいトレンドの発見の場であり、彼とのつながりを感じる貴重な瞬間です。彼の投稿を通じて、ファンたちは彼のスタイルやライフスタイルに触れ、その影響を受けることができるのです。翔くんの投稿のおかげで、ルイ・ヴィトンの新しいアイテムは瞬く間に完売しました。 彼の影響力は絶大で、ファンにとってその存在はますます重要になっています。サングラス1.0ミリオネアとカードゲームボックスの両方が、彼の紹介によって大きな注目を集め、多くの人々が彼のスタイルに影響を受けて購入を決めたのです。彼の投稿が公開されると、瞬く間に多くのファンがショップやオンラインストアに殺到し、商品の在庫がすぐになくなってしまいました。これは、 彼の持つカリスマ性とそのスタイルの影響力の強さを物語っています。翔くんはそのファッションセンスで知られており、彼が選ぶアイテムは常に話題となります。彼のインスタグラムのフォロワー数は急増し、彼の投稿が新しいトレンドを生み出す力を持っていることが明らかになりました。彼が紹介する商品は、多くのファンにとって必ず手に入れたいものとなり、その結果としてルイ・ヴィトンの商品が完売したのです。 この現象は、彼のファッションアイコンとしての地位をさらに確固たるものにしました。ファンにとって翔くんの存在は非常に大きな意味を持ちます。彼の選ぶファッションアイテムはもちろんのこと、彼の生活スタイルや価値観も多くの人々に影響を与えています。彼が日常的に使っているアイテムや彼の考え方、そして彼がどのようにして自分自身を表現しているのかに、多くのファンが興味を持ち、共感を覚えています。 彼の投稿を通じてファンは彼の一部を感じ取り、自分の生活に取り入れようとします。また、翔くんの投稿は単なる商品の紹介にとどまらず、彼とファンとの絆を深めるための重要な手段でもあります。彼の投稿には、彼のファンに対する感謝の気持ちや、彼自身の個人的な考えや感じたことがしばしば含まれています。ファンにとって、 彼の言葉や思いを直接聞くことができるのは非常に特別なことであり、彼らの心に深く響くのです。彼の投稿を通じて、ファンは彼とのつながりを感じ、その絆を強めることができます。翔くんの影響力はファッションの枠を超えて、社会全体にも広がっています。彼のスタイルや価値観は、多くの若者にとっての模範となり、新しい世代のリーダーとしての役割を果たしています。 彼の影響を受けた若者たちは、自分たちの個性を表現する方法を学び、彼のように自分らしく生きることの重要性を理解しています。彼の影響力は、単なるファッションアイコンにとどまらず、社会全体にポジティブな変化をもたらしています。このように、将軍の投稿が商品を完売させたことは、彼の持つ影響力とその重要性を示しています。彼の存在はファンにとって非常に大きな意味を持ち、 その影響はファッションだけでなく、社会全体に広がっています。彼のスタイルや価値観に触れることで、多くの人々が新しい視点を得て、自分自身を表現する方法を学んでいます。翔くんの影響力は今後もますます大きくなり、多くの人々にとってのインスピレーションとなり続けるでしょう。翔くんの投稿の背後には、彼の努力と献身が垣間見えます。彼が選ぶアイテムやその紹介方法には、 彼自身のセンスとスタイルが反映されており、その全てがファンにとって非常に魅力的です。彼の投稿が多くの人々に影響を与え、商品の売り上げを急増させたことは、彼の努力とその影響力の証です。彼がどれほど多くの人々にインスピレーションを与えているのかを考えると、その存在の大きさがより一層感じられます。翔くんの影響力は、今後も続いていくことでしょう。 彼のファッションセンスや価値観は、常に新しいトレンドを生み出し、多くのファンに影響を与え続けます。彼の投稿を通じて、多くの人々が彼のスタイルに触れ、その影響を受けることができるのは非常に幸運なことです。彼の存在は、多くの人々にとってのインスピレーションであり、彼の影響力が今後も続いていくことは間違いありません。